はいどうも、スタープラチナです。うるっはいどうも、ケンタ店長でーす。えー、すいません、今日はですね、久しぶりにスタープラチナに扮してですね、えーえー、僕のですね、今日はのアート作品をですね、えー、ちょっとご紹介したいと思います。まあ、アート作品の一部ですね。 ごく一部なんですけども、えー、私何を隠そうスタープラチナはですね、おっと素顔が出るとかあった。危ない危ない。えーまあ芸術家なのですね、えー、<laughs> 芸術家なんだよ。そういうことでございまして、あの一部のです、ね、アート作品をですね、ちょっとご紹介したいなと思いましてですね、えー まあ本当にこの部屋、まあ、見渡してもらうと分かると思うんだけどもまあそっちの方は見渡せないんだけども <laughs>、あのー、アート作品がですね、まあ、そこら中にですね散りばめられているというか、まああのー、設置されているんですけどもその中でもですね今日はですね、あのー、僕の自信作をですね1、2、3、4、4つばかし紹介しちゃおうかなと思いまして、えー、嬉しいですよね。 まあ、あのー、もう、あれですよね、このー、なんだろうな、この現代のね、まあ、あのー、そういうのがけはやめるか、長いからね、うん、やめよう。というわけで、まず1作品目ですね、えー、これはですね、僕が特に思い入れのある、まあ、作品でございまして、まあ、ちょっとここからね、もうすでにこのベールを、まあ、包んでるんですけども、ちょっとこの先っぽからちょっと嫌な予感がね、えー、ちょっと、 してるんですけども、あのーですね、僕、ゲーマーなんですよね、とても。もう本当にもうゲームで人生あの生きてきたぐらいの、ね、ゲーマーでね、あのー、皆さん、これ初めて見る方、みんないると思うけど、ゲームのコントローラーゲームのコントローーラのタトゥーが入ってるぐらい、こっちにフォールアウトの、ね、ボルトボーイがい,るいたりとか、まあ、とにかくゲームが好きなんですよ、僕。えー、ゲーマーでですね。 ゲームがなかったら多分もう僕死んでましたね、本当にでもそれぐらいのレベルです、はい。最近ちょっとなかなか時間がなくてできてないんですけども、えー、そんな中でもですね僕は一番思い入れのある、えー、っとゲーム機がですね Xbox360 ですね、えー。これはすごいいろいろ思い入れがあってまあ、そこら辺ははしょるんだけどもその Xbox360 のコントローラーが死んだんすよ。ずーっと長いこと使ってた一番最初に買った360のコントローラーが死んだんすよ。えー でこれは俺はまあそのレスト・イン・ピースっていう気持ちとあのな、ー、なんだろうな永遠に俺の中で生き続けようて気持ちとそのなんだろう俺が愛してやまないコントローラーを捨てるっていうのはちょっとできなくて、えー、っと最初は部屋に祀ってたんですねで部屋に祀ってたんだけどもなんかだんだん埃かぶってきて寂しい存在になってきてしまったので,で何かにこれ生かせないかなと思った時にそうだよし、君をアートとして生まらせ 間違えたもう一回行こうか <laughs> 君をアートとして生まれ変わらせようとね、えー、いうね、えー、気持ちになりましてこの作品を作りましたあこれ逆向いてんなちょっと待ってね逆だこれこっち俺の <noise> オッ OK 逆向けだよはいというわけで初披露お見せしましょう <laughs> 私のコントローラーこういうふうに分けました作品名は 思いつかないからどうぞーじゃ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 ーんじゃ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 ーんなんと、死んだハンツのコントローラーが生き返った見てくれ、これを。この躍動感。どうですかコントロールされる側だったね。そう。生前はですよ、この人。コントロールされるがままだったコントローラーちゃんが、手と足をえ魔女からもらって、 今度コントロールすいっっったってこことっすよ、これ。はい、さほどねパンチが効いてないんですよねえー、もったいぶってねえー、っともったいぶって4分取った割にはねさほどパンチが効いてないこの作品どうですかええー、ねこれかわいいでしょこれほらねどうですかねコントロールされるかもまだったねド M からド S に変わったっけっすよこれがはいね はいこれ、じゃあレベル低いんでね、これちょっとね、すぐしまっておきましょう。はい。出落ちでございます、彼は。まあまあ、これ最初ですから、序の口ですから。で、次いきましょう。これ、次。これもね、あの、何度か見たことあると思うんですけども、もう、りかぶって申し訳ない。これはもう、パッと出しちゃいますね。もう何度か登場してるので。はあ、こちらですね。かわいい忍者のなぎささんでございます。ね、かわいいはね、ローマ字で、かわいい忍者、ね、なぎささんですよ。かわいい忍者はローマ字。 渚さんはカタカタナねどうですかこれかわいい忍者の渚さんですよこれいいでしょうこれかわいい忍者凪沙さんこれ白い水着っていうのもねまたポイントなんですよねやっぱ白が一番エロを吹き立たせると僕は思っていてですね、まあ、JK のパンツもやっぱり白が白無地がですね一番なんですよね、えー、この間ね営業中にねあの突如として現れたねスカートの短い女子高生がねあのー 大開脚してね、見せてくれたパンツがキティちゃんの総柄だったんですよね。えー、まあ、すごいポップな気分になっちゃいましたね。えー、やっぱりパンツは白、ね、無地だなって、その時痛感した次第であります。はい。どうですか、この、この瞬間ね、この脱ぐ瞬間の固まってるってのはまたいいですよね、渚さん。ちゃんと走りますからね、これ電池入れるとね、えー、もうなんとなく走って、僕に何回か踏みつぶされてるんですけどね。えー、これ可愛いい忍者、凪沙さんです。どうですかえー、 これ車体もね、実はこれマジックでね、黒く塗りつぶしてた気がするんだけど、塗りつぶしてねえな、これ。これ、最初が黒だな。<laughs> 最初が黒だった。間違えた。はい、これ、かわいい忍者ラあサささんです。ちゃんと走りますからね、こう。ウィーンだね、これ,これ、ね。すごい走るの、これ。本当に。もう早いんだこれ。はい、次行きましょうか。 これ、ね、次の作品紹介する前にちょっとこう言っておきたいヒストリーがありまして次の作品2つはですね、えー、僕手作りなんですよ本当にもう最初の最初から手作りした作品ででですねクオリティは言うたら本当にこれもう幼稚園のあのー、なんだろう粘土のなんか授業の、うん 一貫で作ったぐらいのレベルの本当にね、レベル低いクオリティなんですよ。まあ粘土なんだけどね、実際に。紙粘土で作ったものなんだけども。あのね、本当にレベル低いよ、俺は。ただまあ、俺は一応アートと、俺のなんだろう、これ逆に <laughs> 十字架として部屋にちょっと飾っといた、うん。教訓として。えー、というのもですね、あのー、一時期ね、なんかその、紙粘土じゃなくてなんだっけな、なんとか粘土っていうんだよね。なんか、一回固まったらこれもう、だから、戻らないみたいな。 フィギュアとかフィギュアとかね、そういうのを作るときに使う粘土みたいな、粘土っていうかなんか、そういう、なんかね、セ,セ,セメント粘土じゃなくて石膏粘土じゃなくてなんか石なんとか粘土みたいな感じのやつ。で、なんかそれでね、フィギュアを自分で作って、オークションで売ってるやつがいるみたいなね。それで稼いでるやつがいるみたいな情報を掴んで、え それ乗っっっかかるしかなくねっていう,ふうに思った僕がですね僕もちょっとじゃあフィギュア作りに挑戦しようと。それでオークションかなんかで売りさばいて、俺も金持ちになってやろうというですね、ことをね、考えたんですね、僕数年前に。うん。甘かったですね。えー、そんなね、あのフィギュアの道はね、甘くないしね、もうなんて浅はかな考えをしたなと思って、で、しっかりその色彩用のね、ちょっと高めの絵の具まで買ったんですよ。えー、それで作った作品がまずこちらです。 てれれれんてんでれれれん驚くことなかれなんだこれはこれ一体なんだこれこれは一体なんだこれ誰が買うんじゃこんなもんおいな <laughs> あこれなんだこれ,これ粘土の難しさをねこれはすごい痛感した作品で首とか取れるからね <laughs> 忘れてたけど これなんすかねこの爪楊枝がこの刺さってこれは <laughs>。いやこれ僕なりのアイディアだったんですかねこれ首が稼働するみたいなね <laughs>。なんでこれ誰が買うねんこんなん。ねえ、こんなん。ね黒い四角にさ、ねえ、よがぶささったさ。何これ <laughs> 誰が買うのこんなの <laughs>。何これ <laughs> バカだろお前。俺 <laughs>。首がほら、なんと動くんですよ、これ <laughs>。すご<ー>い <laughs>。これ誰が買うねんこれ、お前 <laughs>。なあ、これ誰が買うねんこのクソの役にも立たないねんねん。こんなの <laughs>。これ一応うさぎなんですよ。 あのうさぎをデザインしたつもりだったんですよねなんかしないけど頭からピンクの液ぶっかかってるけど何なんだこれは一体とねな何なんだよ一体これまだこっちの方がいいよねこれの方がねなんだかよくわかんない感じがねこの首もいらねえこれ何なんだよこれはいねこれ浅はかでしょこれで金儲けしようとした俺ほんとバカでしょこれだから一応十字架として部屋に取っておりますねまずここに辺に置いておきましょうか 次これはもうすごいよ。これも売ろうと思ったんだよ。これでまず大失敗して最初一回目作って、こんなの売れねえよって自分で俺わあ何なんて俺はバカなんだってなった時に、そうだ簡単な造形で、人が使うものだったら売れるんじゃないかと。うん、出せるんじゃないかと思った僕はですね、コースターなんかいいんじゃないと思ってですね、作ったんですよ。コースターを。コップウォークコースターですね。なんだなんだ、簡単じゃん。丸い形作りゃいいんだから。あとデザインだけでしょ絵だったら得意だから描いちゃおうよと思ってね。作った作品がこれだ ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、何これね。何これ。何このグロゲー。ねえ。何この。小学生が作ったグロゲーのボスみたいな。ファーストステージのボスみたいな。何こいつ。ねこんなさ、こんなコースター誰が使うのこれ。ねこれでジュース飲みたいやつおるこれ。おらんやろこんなん。ねこう作った俺ですら怖いわ、これ。 凶器が渦巻いてるよ、このコースター。ねえ。これ一回使ってみようか、俺。ねえ、多いお茶あるから、これ、ここにね。使うか、こんなん、絶対。誰も使わんわ、こんなのね。お茶が台無し、これ。何これ。この色彩。キ黄色葉、色、は、歯、あ。歯どうなってんの、これ。何なの、これ。大地、俺何考えて血だらけにしちゃったんだよ、これ。<laughs> よくわかんねえけど、当時の。まあ、これ多分、当時の俺の精神状態が多分、これ、現れてるんでしょうね。ええー。 これはサディスティックだ。<laughs> これはサディスティックだ。これ今見てもね、昔見ても、多分100年後に見てもこれはね、ボツですね。<laughs> 間違いなく。これはひどいよ。これよく見たよ、これ。え大丈夫これ。妙に血だけリアルだよね。<laughs> これは使わんやろ。見てこれ。いくらで売るつもりだったの俺の当時の俺これ。フリーマーケットだってこれ1円もつかないと値段がこれ。ねえ。何これ。何これ。鳩の糞よ気ぐらいしかなんないよね。うん。あ、これ鳩の糞よきでいいんじゃないこうやって上に鳩が来たのこうやってさってやるようにとかいいんじゃないうん。いいよね。うん。まあそんな感じで。 今日作品紹介した作品は、まあ、なぎささんと、えっ、ー、と、コントローラー。足取れちゃった。ね。もともと取れてたけど。で、これ、コースターですね。あこれ持てるんじゃないほら、いい感じ。いい感じ。ほら、ね。こうやって、なんか、いい感じでしょ。こうやってね。えー、こんな感じで。こんな感じでやっとくこれ。ね。いい感じでしょ。はい。というわけで、こんな感じですね。僕のアート作品の紹介は終わりたいと思います。すいません。どうも。ね。 ありがとうございました。今日はいつもとちょっと違った感じの、えー、作風にして撮ってみました。はい。ま,あ、また何か作ったら紹介いたします。はい。ね。もう粘土は作りたいと思いますね。えー、もう粘土、ね、絵の具が捨てちゃったんで腹,腹立ってね。えー、これね、こんなんね。何これ、本当に。これ、夢に出てくるよ、これ、多分。 サムネで使うサムネでサムネで使うんだったらちょっとタトゥー出しておかないとねパンチ弱いからねパジャマのスタープラチナがねはいサムネオッケーというわけでケンタ店長でした See you again また会いましょうケンタ店長でしたボタンが押せないケンタ店長です